今週のおまけです。今週のおまけはですね、ウッキーさん、チームにしたのウッキーさんですが、西部先生と小林義則、さんとの仲違いのきっかけの場に居合わせていたという話が印象に残りましたと。私は、本日の雑談以前の、小林先生が西部先生を攻撃したりしていた頃が面白くて見物をしていました。合戦の排他的じじいの会は、西部先生には非常に悪いのですが腹をかかって笑っていました。しかしもうそんな時では来ないかと思うと寂しいです。ところで小林さんはなぜあんなにも変わってしまったんでしょうかと。西田先生の籠池さんへの承認喚問の時も小林さんは自分のブログで籠池さんの方を持って西田先生をバカにしたような書きぶりでした。かつては尊敬していただけに非常に残念ですということですが、私も分かりませんね実際のところ。ただよく分からないんだけども、結局本日の雑談の時にですね、小林義則さん本当に毎週毎週ですね、あれだけの、さまざまな問題を事象についてですね、西部先生と、対談するというのはものすごい大変な作業だったと思いますね。だから私は多分もうここらでやめてもらわないと自分持たないよというところもあったんじゃないですかね。そこでわざと、仲違いというか何らかのきっかけを作ることになったんじゃないのかなと思っていますけれども、私も非常に残念ですね。また小林先生も、ぜひ、もう一度素直な気持ちでですね、我々の、話にも入っていただければと思っております。籠池さんなんで肩持つか、これ全くこれこそ不思議ですね。籠池さん自身今塀の中に入っていますから真実が明らかになるでしょうけれども、全く籠池さんは肩を持つような人物ではないということは明らかだと思います。本日のおまけでした。